と行動を共にする竹中半兵衛らは大阪城に向かった。そこでは各地から集められた潤沢な資材を持ち、妖者討滅を唯一可能にする兵器、やがてその存在を嗅ぎつけた妖魔の大軍が攻め寄せる。しかし討伐軍八潮織の警備には最大の戦力が割かれていたからである。孫吾、上杉、武田、北条、織田、各国が手を取り合った今、妖者出現の事実は変えることができなかった。だがこの先の未来を変えることはできる。それだけの力を。妖者を倒すための兵器、八潮織の量産が完了した。あとはこいつを討伐軍の拠点小田原城に運び込みゃ。俺報告します。妖魔の大軍が。じゃ払うべし。今のわしらなら余裕じゃ。江東の虎に甲斐の虎、越後の竜に相模の獅子、おまけに魔王まで揃っとるか。兵器があるね。わしらはこれで敵の足を止めちゃおうか。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。放送来たれ。変身を防がん。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。攻めよ。妖魔打ち払うべし。偉い人たちが揃ってるとさ、楽できていいよね。こうして皆が結束した。これこそ半兵衛殿の努力の賜物だ。今回の俺寝てたらダメかな。頑張ったご褒美ってことで。ダメでしょう。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。よし、俺たちはここに構える。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。江東の虎孫権さん、大の虎信玄さん、越後の竜謙信さんに、相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長と。この戦い、びっくり動物大集合だね。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。なんかうまくいきすぎてる気がする。やりやがった。虎が2匹に竜が1匹、獅子と魔王と、おまけにお猿さんが加わっちゃったよ。さすがにもうお腹いっぱい。お猿さんに一杯食わされちゃったかね。しまった、完全の獲物に気を取られすぎた。今が好機だ。目指された奴らを潰せ。城内の味方と合流したいところだが、
方法がねえ。城外にあるあの兵器、あれを用いて城壁を打ち破って門を通らず壁を壊すだと。アホな考えだな。悪くねえ。もう偶然は起きないね。僕が人間に負けることはない。清盛のおっさんに無理言ったんだ。きっちり働いて恩返ししてくれよ。おっさんと俺の妖力を込めたその体、そいつがありゃ負けねえだろ。見つけたぞナタ、俺と勝負しろ。呂布の登場とはますます戦場が混沌としてきた。優越、さらなる暴走を楽しむ。もう負けない。僕も人間より弱いはずがないんだ。無駄だよ。僕はもう負けない。ナタの体は術で強化されているよ。術者である孫悟空を先に撃たねばなるまい。無駄だよ。僕はもう負けない。無駄だよ。僕はもう負けない。どけ。俺の狙いはナタ一人。貴様ら雑魚に用はない。孫悟空様のお出ましだ。さあ覚悟してもらうぜ。猿と戯れよう。貴様はこの俺が倒す。誰にも邪魔はさせん。またあんたか。どうして無駄なことを繰り返すの。分身の術って使えたら便利だろうな。分身を働かせれば俺は寝て暮らせるし。お前なら分身も寝てそうだけどな。おや、妖術かね。簡単には開かなそうじゃな。見事だ。良きもののふよ。枯れた鋭い牙よ。正直ここまでとは思わなかったぞ。見事だ。私が真の三国無双だ。調子で突っ走れ。最後まで俺が見ててやるからよ。そんな無駄だったの。俺まだだ。俺は諦めん。
私の出番か。吉尾織を守れず勝利はない。心せよ。これはちょっとまずいわね。ヤシオオリを守らなくちゃ。その調子で突っ走れ。最後まで俺が見ててやるからよ。ヤシオオリを失ったか。この戦もはや無価値。孫権と行動をようやし。ようじゃあとおじゃいこ。共に戦えて嬉しいです。足を止めちゃおうか。流れが来ているな。このまま戦線を押し上げるぞ。放送来たで。風神が防がん。焦るんじゃねえぞ。じっくり引きつけて矢の雨を浴びせてやれ。俺たちはここに構えるぞ。侵入してきた敵を残らず狩り尽くせ。攻めよ。妖魔打ち払うべし。偉い人たちが揃っているな。楽できていいよね。こうして皆が結束する。これこそ半兵衛殿の努力の賜物でしょう。今回は俺褒めてたらダメかな。頑張ったご褒美ってことで。ダメでしょう。宝刀の虎孫権さん、甲斐の虎信玄さん、越後の龍謙信さんに相模の獅子氏康さんで、魔王織田信長。この戦いびっくり動物大集合だね。いい調子じゃねえか。このまま押し上げるぞ。良き者の不要。だいぶ戦線を押し上げられたね。このまま一気に勝負を決めちゃおうか。なんかうまくいきすぎてる気がする。であるか。やりやがった。クワガニ2匹、龍が1匹、獅子と魔王か。おまけにお猿さんが加わっちゃったや。さすがにもうお腹いっぱい。されちゃったかね。しまった。完全の獲物に気を取られすぎたか。
今が好機だ。殺された奴らを潰せ。もう偶然は起きないよ。僕が人間に負けることはない。さあ、孫悟空は倒した。これで中の術は解けたはずだね。つけたぞ、ナタ。俺と勝負しろ。ここで両夫の登場とは、ますます戦場が混沌としてきたな。優越、さらなる継承を行使、見事な。堂々たる戦ぶり、見事な。その圧倒的な存在感、頼もしい限りです。この俺が倒す。もう邪魔はさせん。またあんたか。どうして無駄なことを繰り返すの。どけ。俺の狙いはナタ一人。貴様ら雑魚に用はない。己、まだだ。まだ俺は諦めん。は打ち払って小田原城へ向け兵器を運び出す。領者討滅の戦始めようぞ。僕が三度も人間に負けた。立て、俺と戦え。そんなボロボロの体で無駄だよ。黙れ。無駄なのに。無駄でもいいのかな。今夜は勝利の美酒に酔えそうだ。じゃあ全て打ち払い。これでゆっくり兵器を運び出せるね。さて久しぶりに小田は、うん、五郎か。生徒に向かった者たちも役目を果たし集っている。幼女討滅の意。欲しいところじゃねえ。さて、ふさわしきは誰か。困難に屈さず、時を超え。俺たちを集めたドワフォードンしかいねえわな。カズチン、呼ばれてるよ。
の精進でも